海上保安庁が新たな一手として女王型巡視船の建造計画を発表したとの情報をキャッチしました。今回はそんな最大級の巡視船建造計画開始を詳しく見ていきますね。それにしても3万トン級200メートルは前例がないようね。南西諸島の島民1000人を一気に輸送できるとして建造される台湾有事は日本有事と認識されつつありますし、尖閣警護に新たな一手として海上基地化での使用もできますよね。最大の巡視船はまさに出雲や日向、波に災害でも活躍です。日本の防衛予算といえば、今や最大の仮想敵国となり軍拡路線を推し進める中国に対抗する必要上から、2023年度分より大幅な増加へと舵を切り、2027年度までの5年間の累計で総額43兆円規模にまで拡張される予定となっている。このレベルまで防衛予算が増加すると、太平洋戦争の終戦後の日本において、それまで不分率として対 GDP 比で 1% 以内とされていたものが NATO 加盟国の目標ともなっている同 2% に達することにもなる。こうした防衛予算の増額と、それに伴う装備等の強化の傾向は、有事の際の自衛隊の前に対応を担う海上保安庁の予算についても正比例しているともいえ、海上保安庁の来年の2025年度予算の概算要求額も、これまでで最も多いおよそ2935億円となることが公表された。この2025年度の海上保安庁の概算予算額は、今年2024年度に比すれば、1割以上の増額となっており、今年2024年年初に発生した能登半島沖地震のような自然災害への対応力の強化や、日本の海を守る警察権行使の強化にも充当する方向が打ち出されている。陸海空の3自衛隊に対する防衛予算の概算要求の額と、海上保安庁のそれとを単純比較すると、後者の少なさが目立つ気もするが、前者は、兵装の調達や維持にも、多額の費用を要するため、致し方ない配分でもあるのだろう。そんな海上保安庁のこれまでで最も多い、2025年度予算の概算要求額のおよそ2935億円の中には、これも、規模的には、同庁がこれまでに保有している船舶の中で最大規模となる大型の新型巡視船の建造費用の一部が盛り込まれている。その額は、2025年度予算の概算要求額のおよそ2935億円の 1.2% 弱に相当する 34.3 億円ほどとなっているが、大型の新型巡視船の建造費の総額は、現時点でおよそ680億円ほどが見込まれており、海上保安庁の船舶としては、非常に高額であることが伺える。この海上保安庁が、建造を予定している大型の新型巡視船は、その船舶の規模としても、同庁で、これまで、最大のものとなることが予期されており、実に、全長で 200.0 メートル前後、相当数で3万トン前後となると報じられている。ちなみに、この2024年9月時点で、海上保安庁が運用する船舶で、最大の規模を誇るのは、2013年に就役したヘリコプター2機搭載型の巡視船である、秋津島であり、相当数で7350トン、全長で 150.0 メートル、全幅で 17.0 メートルの規模を誇る。そのため、推定値とはいえ、海上保安庁が建造を予定している大型の新型巡視船は、この現行の秋津島に対し、全長で約 1.3 倍、相当数で約 4.0 倍にも相当する規模となり、まさに、桁違いの規模感を誇る船舶だと言って過言ではないだろう。この規模感によって、海上保安庁が建造を予定している大型の新型巡視船は、少なくとも、各種の大きさのゴムボートを数十隻、ヘリコプターも、最大で3機を収容し運用する能力を備える予定とされ、人員で、あれは、最大で、一度におよそ1500名ほどが収容可能とめされている。海上保安庁としては、この大型の新型巡視船を、今から5年後の2029年に就役させることを目指して建造を行う方針であり、現時点では、まず、1隻の建造が予算化されたわけだが、将来的には、2隻目の建造も視野に入れていると考えられている。現在、
海上保安庁では、この大型の新型巡視船を多目的巡視船と呼称しており、すでに昨年2023年度分の予算の中から数千万円を投じて、同船の設計前準備段階の調査を民間の造船企業に委託、2024年の3月に書面にて、その報告を受領しているという。この海上保安庁が多目的巡視船と呼称する船舶について、同庁は、そのイメージ図も公開しており、そのイメージ図によれば、船体は、底部が赤、船腹が白、上面が緑に塗装され、まだかなりアバウトな外観しか伝わってこないというのが偽らざる感想だ。しかし、この多目的巡視船、現時点で唯一の手がかりとも言えそうなそのイメージ図からは、船体の全部の甲板上には、2機の大型クレーンとおぼしき装備が確認でき、その後方にコンパクトにまとめられた環境構造物が据えられているように見える。さらに、この環境構造物の後方には、ヘリコプター2機が露天駐機されている状態が描かれており、かなり広いヘリコプター搭載用の飛行甲板を備えていることは確認できるが、発着用のスポットは、2つで3機を運用するのか否かの判断まではつかない。加えて、ヘリコプター3機搭載を謳う点からは、その収納が可能な格納庫も備えていることが予期されるが、イメージ図からは、環境構造物の後方に、そうしたスペースが確保されているのか否かの判断を行うことは難しいように思える。また、通常の海上保安庁の巡視船と、この多目的巡視船との装備の違いは、後者が、機関砲等の最低限の兵装を任務のために搭載していることに対して、前者では、現時点でその予定はなく、従って公開されているイメージ図からも、そうした兵装は確認できない。今回、前述したように、2025年度の海上保安庁の概算予算額の一部に、この多目的巡視船の建造費用の一部が盛り込まれたことで、同船の新造を伝える報道が、日本のマスメディア各社から一斉に報じられた状態である。しかし、すでに、今年2024年6月の段階で、海上保安庁が、この多目的巡視船の建造を起としていることは報じられた経緯があり、その時には、尖閣諸島を含む南西諸島方面の有事の発生に備えた、従来にない規模の大型船舶の建造であるとの内容が伝えられていた。こうした報道の具体的な例を挙げるとするならば、2024年9月1日時点でも、インターネット上の NHK の6月7日付の記事などが確認可能で、そこでは、この多目的巡視船の新造の目的を、はっきりと、尖閣諸島周辺海域における対応を念頭に置いたものと記述している。そこでは、この多目的巡視船は、水上を高速度で移動することが可能な高性能ゴムボートを多数運用可能で、加えて、ヘリコプターの運用と合わせ、尖閣諸島周辺海域における非常事態の発生時に、迅速な対応を行う目的だと書かれている。この多目的巡視船が搭載する高性能ゴムボートの使用目的は、尖閣諸島をはじめとする南西諸島への中国側の上陸をその機動力をもって阻止する点にあると召され、中国側の小型船舶に対抗する手段としての活用が想定されているものだ。さらに、この多目的巡視船は従来にないほどのその船体の大きさを生かして他の当該地域で活動を行う巡視船群の指揮を取る、いわば司令塔的な役割を担うものと評されており、自衛隊で言うなれば、司令部を置く艦艇に相当するものと考えられる。そして、こうした尖閣諸島周辺海域における非常事態への対応に加えて、多目的巡視船は、他の有事における民間人の輸送任務や、自然災害時の対応等にも活用可能となるとされているが、後者は、あくまでも副次的な用途だと説明されているように感じられた。しかし、この記事の中でも、海上保安庁の内部においても、これほど大規模な多目的巡視船を運用することに対し、慢性的な現場の人員不足からの運用への懸念や、尖閣諸島周辺海域における非常事態への対応を前面に出しすぎるのは、中国に対して逆効果ではないかとの声もあると指摘していた。
そこから、今回この2024年8月末の段階で、前述したように、2025年度の海上保安庁の概算予算額の中に、多目的巡視船の建造費用の一部が盛り込まれたことを伝える報道においては、極力、尖閣諸島周辺海域にフォーカスしない報道が行われているように感じられる。こうした尖閣諸島という単語の使用を意図的に避けているかのような今の日本政府の姿勢や、この多目的巡視船には兵装を搭載しないとしている点から、かなり中国政府をしないようにと下手に出ている感が拭えないのではないだろうか。2025年度の海上保安庁予算を、これまでで最大の2935億円と設定し、中国の軍拡に対抗するためにも、防衛力の増強と海上保安体制の強化を図っています。特に注目されるのは、全長200メートル、相当数3万トンに及ぶ巨大な新型多目的巡視船の建造計画で、これは海上保安庁が運用する船舶としては史上最大のものです。予算の一部には、この巨大巡視船の建造費用も含まれており、計画されている船は、高速ゴムボート数十隻や最大3機のヘリコプターを搭載可能で、1500名を収容する能力を持つとされています。この船は、南西諸島周辺、特に、尖閣諸島近海での中国の挑発に対応するためのものであり、海上保安庁の指揮官として、また、多様な海上任務に対応するための重要な資源となる見込みです。今後の地域安全保障と海洋主権の保護に向け、日本政府は、この新型巡視船を核とした対応策を進めていく方針です。